まあ、今日のテーマは信じた時聖霊を受けましたかっていうのがテーマですね。でここで書いてるのはヨハネのバプテスマ受けました、でイエス様が主イエスの名とバプテスマを受けましたって書いてますよね、うん、ということはバプテスマでも違うバプテスマだってことが分かるんですよ。でなかったら主イエスの皆によってバプテスマを受けてないでしょ。でこの聖霊がもうクリスチャンになったらこう聖霊がもちろん入るんですね、聖霊が入るんだけども聖霊と共に働くっていうのはまた違うんですよ。でクリスチャンは聖霊が入りました、でもとどまっただけでいるんですよ、ほとんどの人。で聖霊のと共に働く、でこういう宣教の働きっていうのも聖霊ともなかったらできないから、だから人は聖霊、まあ、クリスチャンって信じました、でも聖霊はその意見で語ってはそんなんじゃないっていうんですね。で次のところで、6節、パウロが彼らに手を置いた時聖霊が彼らに臨まれ彼らは意見を語ったり予言をしたりとしたと、ここに書いてる通りイエスの御名によって、まあ、パウロも祈ると聖霊が下って威厳語ったり予言したりするんです。これは神様霊ですから目に見えないんですけども、霊が音に出してわかる、音として現れる神の霊、これが威厳だと思うんです。私が解釈するのにね、霊ですから目に見えない。で大体福音派の人はこの使徒行伝の28章までの聖霊行伝っていうのはもう過去の話だって言うんですよ、大体が。でもペンテコステが聖霊の働きを詰める人は今のこの時代にも神様が聖霊様ともにできるんだというふうに信じてるんです。もう同じ教会は使徒行伝29章アクス29というテーマで私と同じなんですね。アクツ29というのは聖霊様のともに自分たちの書を書くんですよ。聖霊ともにある稽古さん、聖霊ともに活が宣教するわけです。それが29章書くってことなんですね。私の理解ではそうだから結局その、まあ、こんな発言したらね、要するに長老派ってこと、福音派からねもう炎上するかもしれないけど、この勝浦変なこと言ってるみたいになるかもしれないけど構いません皆さん言いたいことがあって言ってください。聖霊が共に行って働きます。だから28章もなって29章書けるんです。